がとうございます。もうボッサボサすいません、本当に本当にね、すいません、すいませんね。こんにちは、どういうテンション、本当にありがとうございます。今日は新潟の大川でオフラインおしゃべり会でした。皆さんありがとうございました。浴衣ね着ちゃったりとか、なんか肩出てる私服とかになんか言われちゃったけど、なんかそんななんか狙ってるやつみたいに思われたらすごい嫌だ。でもそうしか見えないよね。反省ですね。ありがとうございました。とにかくですが本当に一日ね、大釜ねめっちゃ暑かったよ。わめっちゃね、そう今の顔見た、めっちゃ暑かったいや笑い方キモい、すごいさすがに自分でも引く。でも本当にね皆さんお優しくってありがとうございます。暑いのにさ来てくれてありがとうございました。感謝。なんかあのね、そうなんですよ、まあなんかいつもだけどこうオフラインおしゃべり会をするとすごいやっぱりいろんなことを思うというか、こう背筋が立つ、ん？そう背筋が立つ思いになりますね。こんなに優しくって素敵な皆さんに応援していただいてるんだなというこう実感がやっぱ改めてすごいこう間近でさお会いできるとなんかあるし、すごくなんか。なんだろうな、まあ、今日は大釜という会場、もうねそう新潟のすごくね空調とかなんかそういう空調とかない会場なんですよ。冬はめっちゃ寒くって夏はめっちゃ暑いという会場で今日はやったんですけれども、もうですが皆さんねよくぞお越しくださったと言ったばかり、言わんばかりの気持ちになりました。ありがとうね、本当に優しいねみんな。リップ塗ります。なんか心温まりましたね。なんかね、あもっと頑張ろうってすごく思った隣のレーンとかねこういらっしゃる方に目で圧を来てくださいの圧をそう送り続けたらね来てくださる方もいるんですよ。優しい、本当に優しい。あとお友達をね連れてきたよって言って連番してくださる方とかねいてね、もう優しすぎる。なんか NGTの、まあ、私のこうファンの方もすごい他のメンバーのところにめちゃめちゃ浮気しに行ってたんですけど、でもなんか私のところに逆にこう遊びに来たよとか誘ってもらって来たよとかっていう方もねいらして、すごくなんか NGT って結構それ特徴なんじゃないかな、こう箱推しにもう自然となるみたいな。その推しメンはいるけど推しメンプラス NGT 全体を応援してるよっていう方がすごく多くって、だからなんか NGT ってメンバーもファンの皆さんも全員がすごくなんか仲良しというか、なんかすごい、そうそうそう、めっちゃそれ結構思うな。というかなんか私は NGT しか知らないで育ってきたから、なんか結構それが当たり前な気がしちゃっていたんですよ実は。でもなんか他のグループの
ことをこうちょっとだけ調べたりすると意外とそうじゃないんだっていうことに、そこでなんか気づいて、で今日も改めておしゃべり会してみたら、なんかあ確かにってすごく思ったことですかね。はい、だから本当に NGT のねことを応援してくださる皆さんは、推しメンは一番ですけど、そのグループ自体をメンバー全員をこうなんか応援してくれるね心温かいファンの皆さんがなんか多くって、なんだろう、嬉しいです。こう他のメンバーを推しメンにしているファンの皆さんが自分にも優しくしてくれるんだみたいな、とか私のねファンの皆さんも、私のファンの皆さんもすごいなんか人一倍私以外のメンバーにもめちゃめちゃデレデレしてる気もするけど、まあまあまあそこもいいところなのかな、まあいい、めっちゃいいところですよね。確かに確かにそうよ。なんかでも本当に温かいよ。はあ？何言ってんの？テレレテレレ。じゃあ、なんかパワーをいただきました。お仕事がさ、みんな忙しかったりするんだよね。とかさ、もうの中でお休みをね、貴重なお休みを私たちに会いに来てくれるのに使ってくださったりとか、ありがとう。にしてもめちゃめちゃ暑かったですね、本当に。あのねはあ、まあ今日がさ暑いっていうのはみんなが結構想像できたこと、予想できたことじゃないですか。なんか先週くらいからかな、なんか私はのファンの方と20日の大釜頑張ろうねって、いやいや頑張ろうねはおもろいだろう、うん、いやなんかね、いやもちろんもうほんとそう、もうなんかでもありがとう、優しい、嬉しいです。本当に1から8部までね来てくださる方もいてすごいよね。もうそう、みんなで乗り越えようみたいなそんな感じなのがね伝わって、いや楽しかった、思い出です。今日もこの暑さも全て思い出です。なんかファンの方同士がおしゃべりされてるのも私めっちゃ見るの好きで、そう、あ何話してるんだろうな、遠くで何話してるんだろうな、あと手振ったらなんか自分じゃないですよねみたいな、後ろ一回チラって見て、自分っすかみたいな感じの方に、そうだよあなただよって思いながら手振るのとかも好きです。会いに来てくださいって遠くから思ってたりします。なんかでもね、ファンの皆さん思っている以上に本当に直接こうしてお会いできるのはすっごくすっごくなんかもう自分、私のための会なんですかみたいな、なんかなんていうのかな、私が皆さんに夢と希望と元気と届けられるような人になりたいなっていうふうに思ってはいるものの、なんか私の方が
なんか優しさに包まれ元気をもらって、あ、頑張ろうっていう気持ちになれて、本当にいつもありがとう。優しいよね。なんか当日券をさ買ってさ来てくれる方とかも、買い増して来てくれる方とかもいてさ、あ、優しいな。しかももう暑いから気をつけてねとか、休憩してねとか、なんかさたくさん外とか歩いてさ、なんか来てくれてるの方が大変なはずなのに、私のことを気遣ってくれる言葉とか、なんかショールーム見てって楽しいよとかさ、なんか公演のパフォーマンス好きだよとかさ、これから頑張ってねみたいな、優しい、本当に優しい、ありがとうございます。そう、なんか初めましてしてくださる方とかもね結構いらっしゃったりして、そうとか遠くから見て来ちゃいましたみたいな、嬉しい、本当に嬉しい。なんかそのって言ってくださる方とか、こうなんか私ファンの方を目の前にすると本当に来てくださって嬉しいし、この大事なね時間、うん、だし、あの決して安くはないお金の話をするのはあれですけどね、をかけてね来てくださって、うん、だからなんかすっごく嬉しいし、なんか何としてでも、あ、なんか良かったなって思って帰ってくださったら嬉しいなって思う気持ちと、なんかもっと仲良くなりたいよっていう気持ちと、なんかいつもありがとうっていうことを伝えたいくって、なんかもう結構ファンの方を目の前にすると本当に伝えたいこととかがめちゃめちゃ多すぎて、思いがねもうすごく溢れ出してしまうんですけれども、それがファンの方にうまく伝わっていたらいいんですけど、伝わってるのかすらすごい不安になる、もっとこう伝えたいっていう気持ちにとってもなって、もうテンパっちゃったり、もう短い時間、限られた時間だったりするから、もうでもね、あの伝わってるか分かんないんですけど、本当に来てくれてラブよ、ありがとう。あのねっていう気持ちがその一瞬で伝わってるか分かんないけど、でもあのすっごい嬉しい、すっごい心の底から喜んでおりますので、ちょっと伝わったらいいな伝わったらいいなって思ってます。お仕事の方とかね本当にありがとうね。お仕事がねみんなやっぱり話を聞いてる限り、まあお仕事だけじゃなくても皆さんいろいろ忙しそう、みんなそう中で来てくれてありがとうね。だからやっぱなんかでもいろいろ考えますね最近、とっても考える、なんだろう、まあ私が考えすぎてるのはまあもう年中無休であれなんですけど、結構考える、まあ何を考えるのかっていうと、グループのこととかいろいろ考えるし、やっぱり先輩がどんどん卒業されていくことに対しての不安とか、私もそうだけどファンの皆さんもそういうのは感じてるんじゃないかなとか
思うから、なんかそんな中でもたくさん、もうアイドルって世の中にマジでたくさんいるのよ、本当にもうマジでたくさんいる中のに NGT をね応援してくれるっていうそのことが本当に本当にもう頭が上がりませんというくらい嬉しくって、だからなんかそんな皆さんを絶対に幸せになってもらいたい、幸せにできるようなメンバーになりたいっていう気持ちが本当にあるので、なんか皆さんの顔を直接見たらすごくその気持ちがやっぱり今日はとっても強くなったなというか、うん、いろいろね、本当に NGT を応援してくれてありがとうございます本当に本当にありがとうございます。優しい、みんなとても愛を感じました。今日一日早かったな、でもいつももう8部参加させていただいてるので時間たっぷりあるような気がしちゃうんですけど、なんか終わってみたら本当にたったさっきまで朝だったのにという気持ちなんでこんなに早く終わってしまうんだろう。私なんか四国もなんかなんだろうな、なんかこれももう考えすぎなのかもしれないですけど、やっぱりなんか長い人生を考えてみたりとか、こうなんか宇宙のことを考えてみたりするんですよね。そうするとこの数十秒数分なんか尊く儚い時間だなと、私がアイドルでもう5年経ちますけども、アイドルいつまでできるのか、いつまで皆さんとこうして当たり前のようにこう SNS とかでねコミュニケーションを取ったりとか、こうやってイベントとかで会えてるけど、なんかこの日常がずっと続けばいいんだけど、なんかまあ私からは会いに行けないっていうのがすごく、なんかなんだろう、私はアイドルで皆さんはファンの方なんだなって、あまりにもこう皆さんとのこう親近感がすごくあるというかすぎて、なんか仲良くなれたりとか、初めましての方ですらこう、まあでも NGT を応援してくださってるからすごいお顔をねすごい知ってたりとかするから、結構 NGT のファンの方に対してのその家族みたいなすごく親近感があるので、なんかお互い結構日常の一部というか当たり前の存在な気がしてしまっているじゃないかなって、私はもうねすごい思っちゃうんだけど、でもそれもこうなんかすごくこう一緒にいられる時間とかお話しできる時間って貴重で尊く儚いなあ、そんな時間だなあとか、でもこの時間が一生続けばいいのにって思うような、なんか深いですね今日の私。はい、でも本当にそう思いました。いつもそう思ってるけど、なんかなんだろう、暑かったからかな、なんかすごくこうなんでだろう、なんかねわかんないけど、そういうなんか今日はめっちゃエモい気持ちにもなった。なんでだろう、なんでかわからないですけど、
まあ、トータルして考えてみて、ファンの方いつもありがとうございます。絶対幸せにします。これからもよろしく頼む。急になんか最後誰、はい、ありがとういつも。そうよ。あ、でですね、あのめっちゃ話変わるし、めちゃめちゃあのさっきのすごいいい話からすごい変わっちゃうんですけど、なんと私の今こちらのお部屋エアコンがつきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。はい、あの今日私がそのおしゃべり会にいる間に、多分ね私のこのお部屋にもう本当に物をねほぼ全部なくしたんです。そう、あのベッドの上のぬいぐるみとかも全部片付けたし、机の上になんか置いてあったものとかも全部もバーッと片付けて、ほぼないという状態にして今日は家を出ました。できっと日中家族が対応してくれたりする中で、業者さんがね新しいエアコンを取り付けてくださって、そうそうよ。ということでエアコンが新しくなり、私のお部屋は快適になりました。昨日までソファーで、リビングのソファーで寝てたんですよ、数日間。あの部屋のエアコンが効かないんで。そうだし、ショールームも部屋でやるとやってたけど、あっつって思いながらやってて、それかリビングのソファーの目の前でやってて、そう掛け布団をソファーに持っていきながら、でもなんかソファーで寝る生活も割とね良かったんだけど、でもソファーってかの背もたれがあるから、あのだいたい私はね、あの頭こっち側が背もたれで寝るんですよ、右側だから。右肘をこうや、左肘と右肘こうやって開けられなくってちょっと不便だったけど、でもなんかリビングで一人で寝るのもめっちゃ良かった。なんかソファーってひんやりしてるじゃん。そう、私のお家のソファーはなんていうの、ツルツル系だからひんやりしてた。でも今日は、今日からあのベッドで寝ます。ベッドに戻ります。だから広々寝れます。でもソファーで寝るの良かったんだけどな。なんかでも朝が本当に、家族がなんか、私のお家の家族なんかみんな早起きだったことに気づいたの。私今日早起きしたんですよ、おしゃべり会の準備とかがあるから、浴衣着てたし。そうだからもう今日私5時台とかに目覚めました。あ、でもあの6時ちょっと前くらいかな。はい、なんだけどなんか余裕でそのくらいに起きてきて、6時半起きって私にとって結構早いんですけど、あの家族はオフなんだよ今日。オフって言わないか、普通に休日、日曜日じゃん。そう、日なんか休みの日ってさ10時とかに起きない？8時とかに目覚めて起き上がるの10時とかじゃない？日によるか。私も休みの日も早起きの時はあるけど、でも6時半に、休みの日に6時半に起きるのって結構さすごくない？なんかリビングだからなんかどんどん人が集まってくるじゃないですか、朝になると。すごいなんか森の動物たちみたいだけど、そうなんか嘘じゃんって思った。で平日は本当みんな早いんですよ。私はまあ、お仕事に行く時間に合わせてっていうわけじゃないけど過ごしてるので、別に家族と一緒にの時間に起きたりしないんですけど、ソファーで寝てると本当に家族の起きてきた音、お母さんとか朝ごはん
作る音とかがめっちゃ眠たいとさ、周りの音がさ大きく聞こえるじゃん。なんか結構うるさーって思いながら、はい、生きてましたねここ数日間。でも今までだとベッドで一人で寝てて、寝て起きて下にリビングに行った時にはもうみんな家族みんながもう出かけてて、私もお仕事に行ったりとかで帰ってきて、まあ、家族がより遅かったら家族はもうご飯夜ご飯食べてて、私はその後帰ってきてもうお仕事のところで夜ご飯食べ終わってたりとか、それか帰ってきて私はまた自分の部屋にこもってショールームをしてたりとかするから、本当あの家族に会わないんですけど、なんかこのあ、ちなみに弟の部屋もなんかエアコンが不調で、弟の部屋もエアコンが新しくなったんですよ。だからなんかあったのかね。そう、私と弟の部屋だけなんかエアコンが不調で、だから2つ変わりました。そうなの。だからなんか弟もリビングで過ごすんですよ結構。だからなんか家族とめっちゃ喋ってたこの期間、割といい機会でしたね。家族と本当に会わないんで、会うけど喋んないみたいな。はい、でもなんか私の家族はなんか4人とも属性が似てるようで似てないみたいなところある。やっぱり生きてる世界がね違うんですよ4人とも。弟にはもう弟の世界がある、私にもそうだし、まあお父さんお母さんはかろうじて一緒なのか分かんないですけど、そう、なんか私の家族は4人なんですけど、私含め血液型がみんな違う。 ABOAB 家族でそれぞれなんですよ。だからなのか分かんないですよ。血液型占いを信じるのは日本のくらいみたいな聞いたことあるから分かんないですけど、そう今思い出したけどそうなんですよ。私は A 型、弟がね B。 なんかでもどうなんだろうね、コンプしてるの4人で。そうなの、なんかなんか4人とも違うあんまなんか家族の中でその似てる人とかない。なんか共感し合うチームもその時その時によって違う。いつも私はママと同意見で、弟とパパ vs ママとはるかっていうわけでもない。弟とはるかの意見は一緒でママパパの意見が違うこともあるし、うん、パパとはるかの意見が一緒な時はあんまないかな小声そうね、そうかも。でもなんか私は常々思うけど、なんか大きくなってしまったんだなと。でもなんか弟はまだ子供って感じしますね。
今高校2年生なんですけど、なんか、まあ、大人に大きくなったなと思うことはあるけど、でもやっぱりなんか、ああまだまだお子ちゃまだなって思います。はい私はお姉ちゃんなんでねお姉ちゃんでもありますし、平均的な19歳よりもマジ超絶大人っぽいんで、大人だし。そうよ、まあ高校2年生の弟は可愛いもんですね。弟が眠たいと機嫌が悪い、なんかそういうところがすごい子供だなって思います。何言ってんのか分かんなくなる、眠たいと。私もそうだけど、なんか、まあ、眠たいと機嫌は悪くなるか。そうだね。なんか人って感じ。でもなんか弟はすごい人間味がめちゃめちゃあって、そこがなんか私と全然違う。なんか性格で言うと多分私はお母さんにすごく似て、でもなんかお母さんを見ていてなんかやっぱちょっとなんかね、私のお母さんはしっかりはすごくしてるんだけど、すごいなんか不思議っていうか、なんかちょっと天然な、なんだろう、なんかそうなんだよね。なんかしっかりはしてるんだよ、根はね、根はめっちゃしっかりしてるんだけど、なんかすごいなんかそういうところがなんか自分がこう自分もちょっと似てしまっているところ、似てよかったなって思う時もあれば、なんか自分見てるみたいで嫌だなってなる時もあるそう、いやいいんだけどさ、はい、なんかそういう気持ちですかね。なんか分かりますか、分かってくれますか。いやでもなんか似てるなって思う。最近自分の顔見てて本当に父親に似てて、ああそこはちょっと、最悪、もうお父さんお母さんに感謝しろ。いやでも本当ね、急に何、なんか感謝の日なの私今日。父の日、母の日でもないですが、大事に育ててくれているのはとても、でも本当に私本当になんか自分が箱入りなことに気づいた、いやそうちょっとショックなんですよ。私世間知らずなんだみたいな。何を知ったら世間知りマンになれるんですか。世間知らずじゃない、世間知り、どうしたらいいんだろう。世間を知りたい、はい、もっと広い世界をね見てみたいと思うので、まあお仕事を頑張りますお仕事を頑張って見る世界を広げていきたいです。皆さんにも見ていただきたいです。
ついてきてください。なのででもなんか結構心配性で、めっちゃ考えるからすごく実は豆腐メンタルだったりするんですよ。実は度胸なかったりするんですよ。そうだからちょっと強い気持ちを持つというのも頑張りたい。強い気持ちを持ってこれからの人生いろんな人に出会うであろうであろうし、きっといろんなこと言われると思うんですけど、でも強く生きるという、もうこの言葉に勝ることはないと思って頑張ります。ですね、はい、そんな感じこの前の公演でさ、急にのぶたい声出したらさ、なんかハマっちゃって、ハマってはないわ、ちょっと変なこと言う、変な、すいません。なんかね、この前の公演でなんか急にいつもより元気に自己紹介をしますってめっちゃ太い声を出してみました。メンバーのことも巻き込んで、はい、もう次から自己紹介 MC 私が一番最初の端っこでね、一番端っこで一番最初にやったら全員を巻き込めるのでね、この前はゆうなちゃんとひのちゃんの次、私が3番目に自己紹介したから、本当は一番最初にやって2番目以降のみんなに同じようにやってほしかったんですけど、でもね、なんか大きい声出したらファンの方もすごい大きい声で返してくださるの、なんかそれがすごく嬉しくって、はい、なんで今度はね全員にやっていただけるように頑張ります。頑張ります。いやでも明後日は一旦可愛く戻ってみよう。そうそうそう、なんかそういう人なんだってなったら嫌じゃん、趣旨が変わってきちゃう。普段は可愛いんだけど、ここがそういうなんかのぶという子を出してるというのがいいところじゃん、きっとね。そういうこと、普段からのぶという声の人みたいになるのはちょっともう全てなんか崩れていく、私のいろいろが。今ね携帯の充電してるのよね。何パーセントまで充電できたのかしら。なんかこの前自分のバッテリー、スマホのあるじゃないですか、買ったばっかりの時はきっとその 100% 中 100%、 この前見たら85とかになってたかな。確かに最近スマホの充電の減りが早い気がしてて、あー、この携帯に今変えてから
1年くらいかな、いやもっと経つわ、1年半とかかな。このピンクの13を使ってるんですよ。そう、私でもこれめっちゃ気に入ってて、あの元の色が本当にすごい薄いピンクで、めっちゃタイプのピンクなんですよ。好きな色がピンクなんですけど、そんなにあのパキパキっとしたピンクはちょっとそんな持ってないんですけど、柔らかいピンクが好きなので、はい、柔らかいピンクで好きなんですよそう、柔らかいピンクが好きなので、柔らかいピンクが好きなんです。同じこと2回言いましたけども、85ならまだいける、70になるときつい。あ、そうなんだ。あ、右足しびれた頑張れ。今地味に戦ってます、右足の。ほんとね、集中的に右足の裏だけ。あ、やべ、今すごいねえ、頑張って、足でグーグーパーグーパーしてる。あ、今チョキしてる、グーチョキパー。嘘でしょ。頑張れ頑張れ頑張れ、私頑張って、頼む。え、お腹すいた、お腹すいたんだけど今みんな明日もお仕事なのかな、月曜日だもんね。でもなんか仕事頑張れるわって、明日からの仕事頑張れるわって言ってもらえて嬉しい。ハルルに会えたから、明日からの仕事頑張れるって言ってもらえて嬉しい。もうなんかマジで応援してるみんなのこと。お仕事頑張って明日お休みっていう方もいたけどね、お仕事頑張ってね。本当に朝とか夜とかさ、なんか一人だなって思う時があると思うんですけど、遠くからですが私はいつどんな時でもあの皆さんのことを応援しています。頑張ってください。でも頑張りすぎないでください。マジでマジで応援してる本当に。疲れたなとかしんどいなとか思ったら思い出してください。私は本当にいつでも応援してます。それはもう皆さんからのいただいた応援のなんとか気持ちで返すというのができたらいいんですけどっていう、なんかもう皆さんからいただいたものがあまりにも大きくて、私は、はい、だから応援してます。とにかく自分を大事に過ごしてください。でまたお会いできる時を本当に楽しみにしてますので、劇場公演だったりおしゃべり会だったりイベントとかでね、お会いできる日までお互い頑張ろうねっていう気持ちでショールームとかもね、できる限りやりたいし、 SNS とかも見てくれてたら嬉しいし、頑張って頑張ろう。
本当に幸せになってください。誰誰マジでもう分かんないです本当に。なんかもうみんなが元気でいてくれたら私は幸せだなって思いました。いやそうだよ、全然別に卒業しないし、まだいる、全然いる、安心して、私まだ全然いるから。はい。でもなんか改めてすごく思った、もうみんなファンの皆さんが幸せなのが私の幸せだなってすごい思いましたね。違うよ、バリバリいるから。なんかすごいそのちょっと感動的な雰囲気で持ち込んでいってしまったけど、別に何でもない、そう、何のあれでもないですよ、本当にバリバリいる、めちゃくちゃいる、まあなんかすごいいるじゃんって言われるくらいすごくいるから。はい、NGT 頑張っていきましょう、頑張ろう、頑張ろうね。そうよ、すげえ NGT にいてください、いますよ、バリ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 います、パリンポリンにいます。ギコギコいます、シャクシャクいます。はい、やめようこするの、もう無理だ、明日も頑張ろう。やめて、滑ったって言わないで、恥ずかしいから。ショールームってね、一人で喋ってるからテンポとか大事ですよね。だからテンションとかねすごい大事なの。でもなんか今すごくこうなんか魂が抜けている、気がこうスッとこうなんか抜けている感じで、もう口だけを動かして、頭を使わず口だけを動かしている状態なんですね今。そうなんですよ、だから本当に適当なことを喋ってる。そう、いくらつまんないことであっても、そのノリとこうスピード感でショールームって乗り越えていける時もあるんですよ、なんかね適当に喋ってても。でもなんか今はすごくこうなんか自分でも意味のわかんないことを、タイミングとかさ、間とかさ、もう意味のわからない、こうすごくこうなんていうの、不安定なねリズムを刻みながら喋ってるから、オチっぽいオチもなく、なんか笑いどころとかもなんかなく、とりあえずそうエアコンがねついて嬉しい。なんかでも弟も言ってたけど、なんかちょっとなんかしゃくれてるんだよね、エアコンが。そう、あ結構顎が出てる、エアコンの。そう、新しいエアコンしゃくれてる。でもなんか弟はなんかすごい新しいエアコンがちょっとブサイクだって、しゃくれててブサイクだって言ってたけど、私はそんなことないです。あいいやんって思った。なんかね、シロイルカみたい。私シロイルカ大好きなんですよ実は。大好きは言い過ぎた。でもシロイルカ好きなんですよ。だからシロイルカみたいはめっちゃ褒め言葉。
白イルカみたいなエアコンです。新しいエアコンは白いし、そう、あとなんだっけ、マナフィーだっけ、もう可愛いと思う。なんかそう、こんばんは。あ、ごめん、マナティーだった。前も言った気がする、マナフィーって。マナティーだね。誰？マナフィーマナティーも可愛い気がする。名前間違ってる時点でそんな好きじゃないやん、バレた。そうだよね、ごめん、マナティーファンに怒られる。マナティーファン、ごめん。でも白イルカは結構本当に好き、白イルカ可愛いと思う。なんか白イルカの漏れてる画像とか見るの好き。マナフィーはポケモン、ポケモンか。あとね、動物で言ったらハムスターとか結構好きで、でもなんかハムスターが好きなのか分かんないんだけど、最近はあのハムスターのイラストがすごい好きで、何さんだっけな、でもハムスターの可愛いイラストで調べたらねすぐ出てくると思う。なんかあの一番トップ画みたいなのがパンをくわえてるハムスターなんですけど、なんかゴッドさんみたいな方かなが書かれてる、なんかハムスターのイラスト。私はツイッターもフォローしちゃったんですけど、めっちゃ好きで、なんか最近ツイート、あ、ポストっていうのか、 X っていうのか、ポストされてたその方のイラストが、あの梱包材、プチプチのやつをプチプチしてるそのハムスターさんのイラストで、あ、私と一緒って思ってすごいキュンってなりました。私もあのプチプチを潰すの大好きなんですよ。あの、わかる、一つ一つ潰すのもありだし、重ねて雑巾みたいにキュッて絞っちゃうのも大好き。わかるね、わかる。そうだから、あのコスメとか買うと守る梱包材で無感情でやるの、うん、めちゃめちゃワクワクしながらやるんだよ。来た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 そう、あの、そうそう、ダンボールから、ね、はいはいはい、ありがとうございます。行くぞ行くぞ行くぞっていう気持ちでめちゃめちゃテンション高く、はい、せーの、プチプチプチ、最高よ、快感大好き、ありがとうございますって思ってる。なんかそれをやってるその私の推しキャラなんですけど、最近、はい、が自分と一緒だしめっちゃ可愛くって、あの保存しました。すごく好きです。なかなかハムスター、本物のハムスターが好きなのかわかんないですけど、でもあのなんか私誰に対しても可愛いって言わないんですよ。猫とか犬とかもちろん可愛い生き物ではあるんですけど、その
猫とか犬だから可愛いじゃないんですよ。その猫とか犬の中でも可愛いと思うものがいるんです。そう、まあ何なのか分かんないですけど、お顔立ちなのか仕草とか鳴き声とかなんか分かんないですけど、こうなんか全猫犬動物系に対して可愛いっていうよりかは、だからあのすごく私は本当に思ってる時です、可愛いって。なんかはい、昔はもう猫とか犬であるだけで可愛いって思ってたんですけど、なんか最近はそのなんだろうな、もちろんみんな可愛いんだけど、その中でもこうなんかこうえってなる子がいるんですよね、たまに。そう、なんでなのか分かんないんですけど、ピコンとくる。でもなんかやっぱりまあこれは単純なんですかね、目がキルキルしてるとやっぱ可愛い、こいつ可愛いなってなっちゃう。はい、私結構目ですね、あの人も動物も割と私人の目見て話すんですけど、目をそんなにそらさないかもしれないので、目フェチまではいかないんですけど、でもなんかこう結構目の色が変わったりするじゃないですか、人って。それをこう結構楽しむのはちょっとなんかすごいね、すごい嫌な人みたい。なんかでもあの人好きなんですよ、ちゃんと人好き。え、わかる、あのえ待って、引かないでほしい。あのえなんて言えばいい、こうなんか生き物に出会えてることがとっても嬉しくって、あやばい、あちょっとあのね違うの、あの私生き物に出会えてることがめっちゃ嬉しくってすごい嫌だねえねえ、あの本当に誤解しないでほしいです。あの全然あの今度からね会う時に緊張するとか、そんなあのファンの方にそういうプレッシャーを与えてるわけでは全然なくって、そうそうそう、あのきめえなこいつって思わないでほしいんだけど、とにかくなんかコミュニケーションを自分と取ってくれる人がすごい好きなんですよ。だからあのそういう方結構目見ちゃう。目でも目だけをずっとまじまじ見てるわけでもないよ。でもねなんかそのとか、でも私もすごいあの見るけど目は、でもそんなに長時間見てるとやっぱちょっと照れちゃうので、結構目そらしながら話しちゃうんですけど、でも目そらしてもまた目見ちゃう。なんかですごい瞳が綺麗だったりとかする生き物を見ると、あ綺麗って思うそうなんだよね。なんか動物もそうかもしれない、その動物を見て、なんかハムスターって結構目がキルキルしてたりするんですよね。そうキルキルがいいイコールいいのか分かんないんですけど、なんか瞳からこう光るものを感じると、あ眩しい、尊い、キュンみたいな。なんか結構瞳が綺麗な生物。いやあの人間の瞳はどう、何なんですかね。なんかでも私は自分にないものかもしれないですね。そんなになんかこう、でもこうなんか生まれ持ったものというよりかは結構内から出るものな気がしていて、瞳の綺麗さというか色、形はみんな丸か。そうでもなんかすごい結構目に出るのではと思って、目を急にこう開くと惹かれるって言ってた。
わ今日それ使えばよかった。こう普通にしてるじゃん。でも普通にしてる時からなんかうんうんうんなんかってやるとなんかちょっとキッとするんだって人って。ちょっと今伝わった？こうなんか急にこう目を開く普通にしてる状態からね。そうするとな、でもなんか目が確かになんかピクッ。ちょっと私には高度な技すぎて瞳で落とすとかできないんですよね。でもあのっていうのこの前テレビで見たばっかりだった。そうだおしゃべり会でやってみようって思ったのにすっかり忘れてた。なんか今日もおしゃべり会中ちょっと考えてたんだよね。あこの前テレビで見てたあのなんかドキッとさせる裏技みたいな、あなんだっけな。でもなんかその人間のその何脳学的心理学、心理学ではないか、なんかなんとか学的にそういうのがあるらしいのよ。今度使おう。でも確かにちょっと目開くとさ目に光が入ってさなんかこう自然と目が行くのではないでしょうか。普通にうんそうねって話してるよりもそういうことだ。もう分かったぞ。何も分かってないよ、何も分かってないよ。人の心を動かすとは分かんないよ。はい、難しいですね人の心を動かすって。素敵だと思います。でもそういうことができる人になってみたいです。そんな感じ。充電できたかしら私の携帯って。てかでもそもそもちょっとイヤホンなくした。あ、待ってこの中にあるわ絶対。ででー最近あの別歌うとなんかファンの方が喜んでくれるからあの別歌。あでも今日はね絶対普通バージョンでいきますね。セリフのところとか私あのマジで本当にステージでね笑っちゃうからこうやってふざけてると。だから今日はね別普通にいきます。ただでも充電ができてるのかな、わかんないや。あのさ今検索しますね。あった、せーのよいしょ。なんかずっとローテーションで話しちゃった。テンションたった。あ待ってバグった、絶対バグった。あバグってなかった。オッケー、普通に可愛いく歌うのを目指すのでお願いしますえマジだからね、嫌だよ本当に。La la 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 No
や別に言葉にはできない幼な君はなんか恥ずかしい。どんな時だって友達だと固い約束をしてみた僕が今になってどうすればいい。このままでさよなら。ということで、あのさ、いや別にでした。ありがとうございます。じゃあね、壇上の皆さんを呼ぼうかな。いきますね。13位ゼロさん、12位フミノンさん、11位まやちゃんさん、10位クッキーモンスターメガネさん、9位イカッチさん、8位サカケンさん、7位スマイルさん、6位ミニーさん、5位ヒヨポンさん、4位てっちゃんさん、3位ぴょんぴょこぴょんさん、2位トシヤさん、1位カンクロウさんでございます。ありがとうございます。あ、そうだ、あのなんか村民の方が本当にうかうかしてるから、条例の復唱とかねしようかなと。はい、じゃああのちょっと恥ずかしい気持ちは抑えつつ、最近買った眉マスカラをマイクに常連の復習をしますね。引き締めていかないといけません。それではいきます。はるか村常連復習いくぞー。おー、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、はるかに集中、はるかに集中村から出ないというより
出れない、裏から出ないというより出れない、見えるのはハルルンだけ、見えるのはハルルンだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、ハルルンは優しい、ハルルンは優しい、ハルルンをそれはそれは熱く押す、ハルルンをそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございます。おしゃべり会に来てくださった方、残念ながら今日は来れなかったけど行きたい気持ち山々だったという方、本当に皆さんありがとうございます。もうね、集中していただいて、私もう一応はい、そうですよ、ちょっと重たいとね言われれば確かに重たいのかもしれないんですけど、私決してでも面倒くさいことは言ってないと思うんですね。一度こう村民になってくださった方がさ、外でさ鼻の下伸ばしてうかうかしてたらさ、それ怒りたくなる気持ちもわかるでしょ。そう、別に面倒くさいとか怒ってるとか重たいわけじゃないと思うんですよ。当たり前だと思うんですよね。でも新制度、ふわふわ村民という新制度ができて、ふわふわ村民は村民の方に、すでに村民になってくださってる方にね言ってるんじゃなくって、こう仮村民とか、こうなんていうの、村長気になってるんだけどちょっと条例厳しいなとかっていう方へ向けて、村民になっていただきたい、気軽に村に来れるんだよってよく言われるんですよ。村に入ると怖いんでしょとか、だからなかなか来れなくてさとか言われるんだけど、そういう方がでもね楽しんでいただけるようなふわふわ村民っていう制度が誕生したので、村民の方はふわふわ村民にはなれませんが、村民になるのにはハードルがちょっと高いな、若干気になってはいるんだけどという方がふわふわ村民になっていただけたらなと思いますので、私のファンの皆さんはこれからも私を押していただいて、ふわふわ村民の方はふわふわっと押していただいて、でも本当今日久しぶりに来てくださった方、数年ぶりに来てくださった方とかね、いるとね、たまには私のことも構ってほしいなっていう気持ちですので、よかったら、はい、私のところにもたまにでもいいので、私はいつでもウェルカムですけどね、遊びに来てくれたらとっても喜びますのではい、見ないに来てください。結構寂しいうさぎさん、うさぎ寂しい豆腐、よくわかんないや。ということでおやすみなさいみんな元気でね、また明日頑張っていきましょう。今って何時なんですかね、もう配信終わっちゃう、普通にもう終わっちゃうんですかね、今何時なのか分かんないですけど、じゃあもう普通に12時、早いね、12時になるの今、マジ私12時までやるつもりなかったんだけど、早っ、喋ってたらなんかもうおやすみー、またねあらら切れちゃいますね。